織物の町として栄えた群馬県桐生市。ここは市内にある昭和公民館。毎月1回ここで料理教室を行っているのは桜井さやかさん、長野県からの移住者です。移住をして、まあ、野菜作りがだんだんいろんな種類ができるようになって、やっぱり作るだけ届けるだけじゃなくて美味しく食べてもらうっていうことで、料理をするのを一緒にやったりとか共有したり、伝えたりっていうことをしたいなと思って、はい、始めました。東京で生まれ育った桜井さんは、以前から興味があった農業と福祉の仕事をするため長野県の福祉施設に勤め、農産物の栽培、加工、販売の障害者支援をしてきました。そんな桜井さんが群馬県に移り住むきっかけとなったのが、職場で出会った男性との結婚でした。夫の実家が桐生市でしたので、まずそちらにこう移り住んでから、あとはその畑とか場所を桐生市内の中で探しながら、人づてに、はい、黒骨というところを見つけました。自分で食べるものを作るっていうことがとてもこう自然に自分の中で納得できたので、本格的に今まで以上に農業をやってみたいと思って移住しました。桜井さんが暮らすのは桐生市の中でも山間部の黒骨地区。ご主人の実家からは少し離れた山の中です。まあ、自然のあるところに住みたかったんですけど、あと畑が近い方がいいかなと思ってたんですが、もう少し古い農家とか空き家を探してた時もあるんですが、まあ、なかなかそういうご縁がなくて、で、まあ、ここの土地は建ててもいいよって言われたのでここに建てました。まあ、住んでみたらやっぱりちょっと離れている、人里離れているようなところだったんですけど、住んでみたら本当に静かで住み心地が良かったんで、まあ、ここで良かったのかなと思ってます。この野菜を栽培している畑は地元の人から借りている畑。地元の人とのコミュニケーションが桜井さんの移住の手助けとなりました。まあ、移住するっていうことも結構知らない人たちの中に入るので、まあ、それも、まあ、ワクワクしつつ何て言うんですか、こう緊張もしつつ、はい、そういうところもありますし、まあ、農業っていう今までやったことないものをそこで新しくやるっていうのも、そうですね、大変といえば大変だし、楽しみといえば楽しみ。人のつながりでこういうところ土地を借りるっていうのはやっぱりそこで一生懸命やらないと周りの人もよく見ているので、でも一生懸命やっていれば皆さん協力的でいろんなことも教えてくれたりします。なかなか1年や2年でできることではないんですけど、まあ、それでもこういう環境の中で、まあ、四季折々の風景を見ながらできることはすごくこう豊かなことなんじゃないのかなと思って、最近はそう思ってやってます。現在桜井さんが栽培している野菜は50種類以上。元気野菜なごみやとして少量多品種の野菜を地元のレストランや契約した消費者へ届けています。先ほどの料理教室もその一つ。桜井さんが手掛けた野菜、人気も上々です。美味しいよ。あと土産ね。ね、うん。移住をしての暮らし、桜井さんはどのように感じているのでしょうか。不便です。はい。もちろん道も悪いですし、天気によっては車で降りるのも大変な時があるんですけど、まあ、それ以上に。まあ、面白さというか、せっかく移住したので、まあ、こういうのもいいかなと思って、そこでしかこうできないような暮らしができるので、とても楽しんで暮らしてます。思い描く暮らしは人それぞれ。群馬でちょうどいい暮らし、群馬でちょっといい暮らししてみませんか。